お主らよ、アニメに出たいか、人気が欲しいか、ならば来い、我が学園に。はあ、ここみたいだね。はい、っていうかこの地図全然わかんないのです。すでに疲れた。なんか緊張してきたのです。私も。次の方どうぞ。でかい威圧感が半端ない。別室にいるチャオは大丈夫だろうか。そんなバカな。こいつはチャオが想像で生み出した未確認生物、実在していたなんて。どうも、ここの学園長インダスです。学園長、マジで？まずはお名前から教えてください。はい、ポンミラージュです。よろしくお願いいたします。チャオって言います。です、よろしくお願いいたします。この学園を選んだ理由はございますか？はい、ここを選んだ理由は…どうしよう、それらしい答えが何にも思い浮かばない。ある日、チャオがネットサーフィンをしていたら偶然見つけたのです。聞いた話によると、君たちは動画配信もしているとか。やってはいるんですけど、鳴かず飛ばずの状態が続いてて。なるほど、そちらの方も何とかしたいと。応援してくれているファンのためにももっともっと頑張って躍進していきたいと思ってまして。その第一歩として、アニメ化するならどんなジャンルが合うかこちらで模索していきたいのです。それに優秀な先生たちの授業も受けられるとか。もちろん受けられますよ。それでは最後に将来の夢を教えてください。はい、人気を得てアニメの主演になり、最後はやっぱり大金持ちになりたいです。どうかよろしくお願いします。うむ、入学を許可する。ゆる私立アイデム学園。この学園では漫画、アニメ、ゲームなど様々なメディアで活躍しているキャラクターたちを数多く育成し、現在も主人公候補生たちが切磋琢磨している。ポンとチャオも無事入学を果たし、夢を叶えるべく奔走する毎日を送るのであった。YouTube で配信中。チャンネル登録と応援よろしく。